こんにちは、あちゃです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。スピードラン、まずは遊んでいきましょう。たくあんスムージー。すごくまずそうだ。めちゃめちゃまずそう。甘くはないか、しょっぱいんだよな。あ、でもどうなんだろう、ワンチャンある、ワンチャンあるかな。いや、ちょっと興味湧いてきたかも。ワンチャンあるかもしれないね、これ。たくあんスムージー。ちょっと誰か作って飲んでみてよ。たくあんスムージー。まず名前がいいよな。センスあるよな。あーれー。世の女子高生たちがさ、たくあんスムージー飲めば流行るんすよ。タピオカの理論と一緒よ。だから女子高生買収して、たくあんスムージー飲ませればいいんだよ。ちょっとお金払えばいい。そしたら多分飲んでくれるから、バイト代っつって。ね。そしたらたくあんスムージー流行りますよ。別に流行らせたいわけじゃないけど。ほい。ハイスピン、オッケー。横向きだよね。そうだよね。一旦右に行かせてからの自分はここで行く。多分そんなことしなくてもいけたかな。あ、これマズダン・イブラヒモビッチではないでしょうか。大丈夫、あと11秒ある。大丈夫だから、ちくわ11個分くらいは耐えれる。やめてくれ。うわギャーやり直しだ。しゃー、短縮いくぜ。短縮ポイントはいくつかありますね。まずここですね。第一かも。短縮、お、いいよ。あ、いいよ。ここなんかもっとサクッと降りる方法ね、ありそうなんだけどね。俺はできない。上手い人だったらできそう。はい。あー、ちょっと詰まっちゃったね。どんまい。排水管の詰まりみたいな感じでぬるっと詰まりましたが大丈夫です。はい、はい。はい、はい。サンダじゃん。あー、ちょっと壁伝っちゃったね。全部壊す必要がないからこうでいい。いいね。ナイスキャンセルですね。からのスピンでいく。で、ここは冷静に壁キックをぶちかますことで短縮できる。はい。いやー、相当合わせてきたんじゃないですか。どうですか。さっき11秒あるとかほざいてたけど、今回20秒あったからね。これいけるでしょ。これちょっと冷静に突っ込んでいい？これ50秒スピードなんでよかったんじゃね。ここの最後のちくわのギミックいる。このコース46秒でベストタイム出てるんだけど、どういうことなんだろうね。どうやったらいける？あー、わかったよ。オッケー。やってみよう。このね、バネをね。おー、いけたいけた。これこれこれ。多分これで、短縮できると思う。どう？おー、ナイス。これが短縮の正解方法です。フレクエントリーフレクエント。1:1。とにかく、だるいみたいな、そんなに、あれじゃない？わかんない。適当。とにかくだるい。オッケー、パンを持って、上にぶちかまして、なるほどね。いけるようにして、スピンでいく。中身を右に出して、オンフを切り替えながら、ここ踏んで、これ踏んで、中間。ナイス。これ、ここ上投げて、ここ踏んで、こうなって、ドッスンで、ズバンからの、トゲゾー、トゲゾー。オンフ切り替えて、持って、パウ叩いて、オッケー。一面突破。さあ、中間アザース。中身右に出す。持つ。ふわい、はい、上投げて、こうなって、はい、スピンで、連続、ボム兵、ズドーン。あ、違う、もう一回やんだ。いいよ、二面も楽しいじゃん。はい、中身右、踏んで、ちょろ踏んで、パウズドーン。からの、スピンで、ボム兵を右に持って、行く。ズドーン、オッケー。一個叩いて、これ持って、ここでオンフ切り替えて、足場になって、チョロプ踏んで、投げるよ、投げるよ、投げるよ、投げます。はい！よいしょ！オッケー！右をスッパで大丈夫。これ死なない。よーし、ドカン入っていく。二面突破。はい、お疲れさー。スリアップ。マイヨタさんがコメントくれました。これ凄そうなんだよね。オンフスイッチが叩けるときと、叩けないときがあるらしいんだよね。叩くというか、ヒップドロップぶちかませるかかませないかだと思うんだよな。のこのこをすべて倒してからゴールです。頑張ってやっていきましょう。時間がないんだね。ダメだね。ヒップドロップしなきゃダメだからね。お、できたね。確かに高さとかじゃなさそうだな。ちょっと一回上からズドンってやってみるね。あ、ダメだね。何回もやった方が得なことは間違いなさそう。うん。これはもうなんか、ヒップドロップスピード勝負だと思う。こりゃ困った。リズム。じゃあ、
俺の提唱するのは波。波がゆらゆら流れてるじゃん。それの波が低いところでヒップドロップしてたらできる的なのをちょっと提唱してみたい。どう？絶対違うけど。このコースすげえよなー。ね、これマジですげえと思う。あー、惜しいな。あと2回なんだよな。これはもう試行回数ゲームだと思ってるんだけど、違う？じゃあ、左向き。オンの時は左向きで、オフの時は右向きとかあるのかなって思ったんだけど、違うっぽいかな。いや、関係なかったよね。確か連続でできた時は全然関係なかったもんな。高さは？高さも関係ない？まあ、一番上からズドンってやってダメだったからな。ブロックの端っこ説を検証。関係ないらしい。なんか連続でいけた時あったな。なんだ今の。ああ、惜しい。初めてここまでいけた。うわー、いけたのにバカー、バカー。現在分かってること。向きは関係ない。高さは関係ない。感覚は関係ない。あと連続でできることがある。これくらいかな？現状分かってんのは。だから多分運ゲーなんじゃないかな。それらのことを加味すると多分運だと思うんだけど、どうでしょうか？運なんだとしたら、今みたいに連続でボン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 やった方がいいんだけど、なんかね、それだと出ない方が確率が高い気がする。ある程度ジャンプしてる方がなんか、オフ切り替わってるような気すんだけどな。そんなことないのかな。わからん。現状まだ全然わかんない、正直。おー、いけたー！ナイスー！もう一個分かったことがあって、ヒップドロップした後って右左ちょっと動けるんですよ。それやるとどうも切り替えられないっぽい。まっさに直で入んなきゃいけないのは間違いないっぽい。いやーでもわからんなー。これなんでなんだろうね。全然わからん。これはすごいな。マジでいいコース。パンパンズキャッスル。パンパン。パンパン。プンプンか？プンプンか？プンプンだね、多分ね。パンパンじゃないね。どっち行くのが正解かわかんないから、とりあえず下行けなかったんで、切り返して、土管入ってみようかね。まずはね。え、入れん。なんか出てくるかい？あ、出てきました。じゃあ、左に、ゴー。なるほど。からの、右に戻ると、まだドッスン倒せないけど、こっちならいけるのか。そっか。連打が早いかな。おお、なるほど、なるほど。オッケー、被り物が切り替わりまして、デカ状態になりまして、これでドッスンを無効化できますね。はい。はい、オッケー。ゴー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 、オッケー。からの、いけないですね、右にね。だから、今度は、なるほど。パウをゲッツして、ドッスンを倒していくと、その先にマグナムキラーの被り物があって、これで右に行けるようになると。OK でーす。ゴー。こっからまたハリボテクリボーになるね。ってことは敵がいるんですね。あれ、いない。右に行っちゃっていいんすか？あれ、何も出てこないですね。一回じゃあ透明どっか入ってみっか。なんかがあるんでしょう。うん、入れるの？ OK？ 入っていきましょう。まあ、4分だからな、ベストタイムが。めちゃめちゃ長いよな。あ、これいけないっすね。無理っすね。ハリボテキラーが必要だ。となると、いけるところは、ここぐらいかな。この上とか。この黄色い時に当たらないように。まずい！オッケー、抜けましたよ。からの、はい。これで、何ができる？なんかできることあるよな。あれ、なんか壊すもんあったっけ？あー、ここか。オッケー、ぶっ壊して、
なんか出てくると思ったら出てこないんで入ってみた。入った先に、なんかがあるね。これあれかな、下に落とすんかな、必要か、わかんない。落とそうと、あ、落とすんだ。これは大変だ。じゃあね、まず画面界から壊していく。こうしたら後が楽。ここに当てれば。あ、惜しかった今。はい、オッケー。で、鍵ゲッツして、土管入っていく。すごいね。中ボス置かないボス戦みたいな感じになったね、今ね。お、ファイヤー慣れたぞ。ファイヤーからのパウ。で、元に帰ってきて、今度は何かを倒すな。ドッスンかなんかかな。オッケー、ここぶっ倒すことで、黄色い土管に入りました。黄色い土管に入って、うわぁ、うわぁ、オッケー。全部ぶっ倒しちゃって、今度は、ハリボテキラー。ハリボテキラーで今度じゃあ、上に行くのかな。間違えて壊さないように注意だね。やり直しが効かないからな。これで右に飛んでいくんでしょう。行くぜよ。できればコイン取っていきたいけど。オッケーオッケー、届いた、よかった。ハリボテキラー残さなきゃいけないと思うんですよね。失敗した時用にこれ残そこ。真ん中にコインがあるんじゃないかなと思って、右、あー、オッケーオッケー、大丈夫でした。プロペラでウィーンって行って、なるほど。ここに帰ってきて、プロペラで今度どこだ？オンフを切り替えに行くんだな。一瞬見えてたやつだね。オッケーオッケー。プロペラ中は幅飛びできないから、ジャンプで行くのが早いのか。ここの上に確かオンフがあるんで、オッケー、オフ切り替えて、この土管に入ると。すごいいいコースだなぁ。なんか RPG 風だよね。こういうの大好き。ほっ、ほっ。はい、オッケー。上上がりまして、コインもしっかり回収している。さあ、中間取るということは、この辺でボス戦がありそうだ。来ましたね、プンプン。羽根付けか？羽根付けだとどうなんだっけ、プンプンって。関係ないんだっけ？これか。あー、高く飛べんのか。あー、プロペラ取られたの痛いな。オッケー。目の前に来てくれたのは助かったな。コイン全回収からの土管。もう2アップくらいしたいけど。あー、ちょっと無理そうかな、この感じ。そもそも1アップすらも無理か。無理だよね、これね。あー、残念。プロペラ残してればいけたんだ。いや、でもいいコースだったな。めちゃめちゃ楽しかったぞ。